よろんにちは。もごもご입니다。今日は朝鮮の王の権力はどれぐらいだったのかという話をドラマで皆さんがよく見かける場面に例えて今日はこれを紹介したいと思います。じゃあまず韓国の朝鮮ドラマを見てみると家臣たちが王なのに王様にジな正気ですかとか ジョンハこれもわからないですかなど、結構ひどいことをずっと言っているのを皆さん見たことありますよね。じゃあ、これはなぜでしょう一旦、まず歴史からちょっと言ってみましょう。朝鮮という国は前からずっと言っていますけれども、ジョン・トジョンという家臣が、官僚が中心になる、えー、国を作りたかったんですよね。王はあくまで名誉職で、実権は、えー、家臣たちにあるという話で、 テジョン・イーソンゲは、あ、これはいいな、と感じで王になったのが朝鮮の始まりです。もちろん途中で、これが気に食わなかったテジョン・イバンオンが、まあ、ジョン,ジョンを殺して、えー、王も政治に参加することにはなりますが、まあ、朝鮮という国自体が、もともとこういった名分で作られた国なので、一旦王権は少し強くはなりますが、やっぱり家臣たちの国にはなりますね。 そして、四三軍の時に王様があまりにも暴れてたので、家臣たちがこれで切れて、えー、革命、またはクーデターを起こしてしまいますよね。これによって、次の王、ジュンジョンが王になりますが、えー、この人は、えー、ちょっと、委員と違って、この人はクーデターに参加してなかったので、家臣たちの、えー いわば権力が強くなりますね。チョンハー、ヨンサン軍みたいになりたいですかとか、えー、誰のおかげで王になりましたかという脅迫が始まりますね。じゃあ、一応とにかく朝鮮は王様ももちろんいますけれども、この家臣たちの力が強かったというのをもう一度確認してくださいね。 実際ドラマとかでは王様の目の前で、口でこんな話をしますが、実際はこういった巻物などを通してから王様にこういった話をしたんですよね。えー、これを韓国語で三層と言うんですよ。 で、もう皆さんがもうドラマとかで見たことあると思いますが、こうやって王様が巻物を見てたり、または神の手紙みたいのを見てる場面あると思いますが、これが参考ですね。で、大体内容はこうやって難しい感じだらけだったんですけれども、今日はこれでまとめて、ちょっと皆さんがわかりやすくまとめていってみたいと思います。えー、これを王様は、えー、ドラマ遺産とか見たと思いますけれども、 山積みになるのをいつももらってですね、自分の勤務時間が終わっても寝る時間も減らして、これを夜中ずっと読むのが王様の仕事でしたね。じゃあ、これの内容は何が書かれてたんでしょうじゃあ、一旦まず、ョン代表の時にはこういった内容がありました。ケイマンリという人が、ョン代表がハングルをみんな使いましょうと言ったら、ハングルは下品な文字ですとか、こういった酸素をあげたらしいですよね。 で、または、15代を、関栄軍の時には、関栄軍は、民も大事ですけれども、神ともいい関係を築こうといった時に、金三恩という人が、民党の義理は大事なことですと言って、当時、山賊であった神と手を組むのを嫌がってたんですよね。こういったのが実際ドラマでは口で言ってるんですけれども、実際の歴史では、先ほど言った、酸素という巻物、または手紙を通して当たったことなんですよね。それ以外にも、かなり面白い 面白いんですよ、えー「お母さんの誕生日ですお休みします」とか、えー「歳だから膝が痛いです長期休暇もらいます」とか、まあ、こうやって、まあ、個人的な話も書いてるし「である人が私の悪口言いました」とか ジョンハこの前は言い過ぎました、すいません、など、まあ本当に国家運営に関係のない個人的な話も書いてたので、まあ王様としては、まあある意味でファンレターですかね。でも、寝る時間も減らして見てるので、まあ、ある意味ではかなり辛かったと思いますよね。 で、この賛祖ですが、実際はまだ官僚になってない선備たちもこれを送るのができたんですけれども、えー、蝶の時代にはこういった内容もありました。えー、蝶のお父さん、佐藤聖者を王として認めましょうという内容も蝶蝶が読んでたらしいんですけれども、もちろんこれを読んで蝶蝶はとって でも喜んでで涙を流すぐらいまでだったという記録があります。ただし、えー、やっぱりその時に家臣たちの反対がすごかったので、これは叶えなかったけれども、ジ、ま、ョ、あ、はこうやって自分の気持ちを分かってくれる人がいるだけでも嬉しかったんでしょうね。 で、その後、本尊の時にとっても面白い話がありましたけれども、祈先、蝶という人がいました。まあ、この人は祈先ではありますけれども、この王様の秘書である都寸寺の側室だったらしいですね。で、この人が王様に、私の旦那は漢字もわからないパカとか個人的なお話をしたり、チャオンハンお酒もほどほどにして、奥さんを大事にしなさいという王にアドバイスをすることもできたらしいですね。まあ時代 時代,も時代だから、えーまあ、ちょっと王権が弱かったからできたかなと思うところもありますけれども、先民であり、側、え、室、ー、であるキーが王様にこういった話ができるぐらい、まあ、朝鮮は、えー、民と王のコミュニケーションができる国と予想できますね。でさらに面白いのは、超がこれをいた時に年齢は、たかが15歳だったんですよ。15歳のキーにお,お酒はほどほどにと言われている気持ち、王様として ししてはどううだったんでしょうかでょかこの酸素はこうやって個人で送るのもあればドラマとか見てみたらこうやってみんなが集まってやるのもありますよね。えー、これを万人酸素と言います。万人が集まって酸素をするって意味なんですよね。これはもうまさに、まあ、みんなが集まって「チョンハはダメです」とか言うようなものでさらにチョンハは困るようになりますね。 でも、もしかしてですが、万が一、王が、家臣たちの話を無視するとか、まあ、例えば、まあ、論破したりとかができず、とにかく自分の気持ちで嫌だと言った場合は、家臣たちはどうしたんでしょう。一番簡単なのは、一旦まずこれです。私は女の下で働きません。明日から出勤。 しませんので今までありがとうございましたみたいな感じでもう早速退職届を出しますよねえ。これもかなり困ることですよね。この歌詞にも結構自分の集団がありますので、これによってまた万人参考が始まるので。で、または、 これ、皆さんドラマで見たことありますか斧を持ってくるんですよね。これを、チブ酸素と言うんですよ。斧を持ってくる酸素と言いますが、じゃあ、私の話を聞いてくださらないのであれば、私の首を着てくださいと言って、自分が直接斧を持ってくることなんですけれども、もう実際これによって、家臣の首を着た王様はいないんですね。これは皆さんわかると思いますが、ここで本当に殺してしまったら、王は殺人者。 追うとしての資格をかなり失ってしまいますのでこれはかなりの家臣たちからの脅迫だったんですよね で、ここで終わりではありません。ン,ギンガ岩ン大学で勉強している学生たちもかなり政治に参加してたので、まあ実際は家臣の卵だったので、えー、この子たちがやっている酸素を誘送と言うんですよ。で、これはもう本当に学生、若者として、チョンハこれは違うんじゃないんですかとやりますよね。ただ学生たちなので、まあ斧まで持ってくるようなことはしないけれども、この子たちももしかして、王様が自分たちの話を聞いて、 くれななかった場合はこんな反抗をします先生がじゃあ勉強しようと言ったら嫌だ勉強しない、まあ、こんな国の勉強したくないとか言ってみんな従業参観を拒否しますよねでまた湖畔だよと言っても嫌だ食べないと言ってもうまさに子供みたいなことなんですが実際孫金館大学は湖畔で出席チェックをしてたのでつまり出席をしないということの、えー、無言の脅迫だったんですよね で、ここまでじゃなくて、さらに面白いんですが、ソンギョンガン大学は王様の城、京木君と近いところにあったんですけれども、で、これで勉強が終わって帰宅するときに、わざわざこのお城の前を通りながら、愛護、愛護、朝鮮は死んだと言って、お葬式の真似をしてから帰宅してたらしいんですよ。王様にこれ聞きなさいという。大学生まで脅迫される王王様様って朝鮮の王様のスストレスはすごい 良かったんでしょうねでここで皆さんが覚えてほしいのが家臣たちがかなり王様をいじめるように見えますが実際いじめじゃなくてこの人たちはこれが中世の気持ちなんですよ。じゃあどういうことか見ていきましょう。じゃあ一旦まず日本を比較文化学で見た時に日本の中というのはですね日本の 天皇または将軍は神で、ある意味では経営者ですよね。日本という国は比較文化で見てみると会社のような社会構造をしています。それを見た侍たちは絶対忠誠。もしかして命令が少しおかしいと思っても、まあ、とにかく自分の身分を考えて従うというのが日本の文化ですよね。 それに比べて、韓国、または朝鮮の場合は、まあ、この中世をチュンと言いますが、このチュンというのは、一旦まず、王様は神ではなくて人で、会社の経営者ではなく、家族の父なんですよ。なので、家臣たちは、皆さんもお父さんとお母さんが間違った選択したら、すごく止めたりするんじゃないんですか。まさにそういったのが朝鮮、今の韓国なんですね。王が間違ったら、直すのがチュンなんです。 ですよが王が間違った道を歩む時に黙っていたらこれは忠じゃなくて王を裏切ることになりますよね。あむしろうるさくずっと言ってて王様に正しい道を歩ませるのが朝鮮または今の韓国の忠ですよね。 じゃあ、ここでまた他のお話を紹介したいと思いますが、実際、まあ今日はもう皆さんに面白く伝えるために、まあ、ジョンハダメですとか言ってたけど、まあ実際そんなこと言ったら殺されますよね。実際は、 かなり、えー、ちょっと遠回しで言ってたらしいんですよ。ジョン派の政治は勉強不足の私には理解が難しいです。でこうやって言ってるんだけど、小さい内容は政治下手くそという意味なんですよね。で、または、 えー、このままだと、ちゃんはが心配ですとか言いながら、実際その裏には、クーデター起こすぞみたいな脅迫があったりとか、えー、実際こういった言い方が当然全体に流行って、今の韓国にも残っているので、ちょっとだけ紹介してみたいと思いますね。えー、韓国語で、チャルモッコチャルサララがあるんですよ。よく食べて元気でねって意味なんですが、聞いてみたらとっても、まあ、いい言葉じゃないんですか。実際これは、お前と二度と会いたくないという、 絶好の際に使う、えー、ちょっとひどい言葉なんですよね。つまり言葉のその意味をそのまま受け取ったらいけないんですよね。もう一つありまして、えー、チャールハンダチャールヘと言うんですけど、まあこれもよくやった、よくやったという意味なんですが、実際はこんなものもできないのという失望した時に使う表現なんですね。実際皆さんが韓国語を勉強している方もいると思いますが、こういったコミュニケーションの誤解もありますので、まあこんなのもあるんだぐらい覚えてください。 ね、で現在もこういった三層文化が残っていて以前にもちょっとだけお話ししましたが韓国のネットには国民新聞号というのがありまして一般人誰でもネットで国にいろんな話ができるのができますが戸籍謄本をネットでできるようにとか高校生まで教育費、まあ、給食費を無料にとか で、リモート授業を知っている大学は現在コロナだからですね。そうしたら授業料を。授業料を 変換しろという、こういった話もいろいろ書いています。まあ、くだらないことも書いていますけれども、まあ、こうやって実際の生活に役に立つ言葉も書いてますよね。実際こっちにあるのは全部できていますよね。なぜかといったら、このネットサイトでは、いいねが20万以上ついたら、国は必ずこれに対する返信、または実行した結果を報告しないといけないルールがあるんですね。 じゃあ今日はここまでです。次はドラマ問いの記録との違いという話も、まあ、たまには軽い手間でもいいかなと思いましてやってみたいと思います。今日も聞いてくれて여러분、ゃこまわよ。アンニョン。